ドン。Hey guys, my name is わさもんな人みち。改めまして、推しがすぐしの男、わさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、メイキューブラックカンパニー第7話、リターントゥーワークです。前回の第6話で、未来の、なんて言えばいい？だから、未来に行ったんだよ。名前忘れちゃった。なんか未来に行っちゃったの。その異世界のまんまなんだけど、未来に行っちゃって、その未来で、あの、働きあり A 君が出世してるぐらいの未来。何年だったか、2、300年だったか、400年だったか忘れたけど、なんかそれぐらい先っていうところに行ってて、で、その、最初に、その、こっち側から、なんか頼むから勇者様救ってくれっていうのがあったんだけど、なんかよくよく考えたら魔王軍の方がよくねってなって、速攻で寝返りました金次で。ただそこでまあよく思わないやつもいるのが実際のところ、サンバガラスっていうのがいて、でそこからおいお前これできるのかよって言ったら、まあそつなく全部こなしていっちゃって、で最後に魔王のお城に行ってるっていうところで終わっております。どうなってんのかなわかりませんが、早速見ていきたいと思います。さあ、これからどうなっていくのかしら。なんかめっちゃリムに似てるやん。なんだこれ、褐色白髪のリム。それじゃあ D アニメストアで再生していきます。 3,2,1 スタート。なんかかっこいいな。強そう。ダッサ。どういうこと？何？なんで首が取れたの？何？魔王なんじゃないの？さあ、どうなってくるのかな、こっから。ワニベとかどうしてんだろう。そういえば。こっちの人間じゃねえ、こっちの生物だから。こいつか？違うな、借金取りはいたっけ、あんなやつ。なんかゴルシみたいなやつがいいんだよな。本編開始。首が、え、喋んの？姉上、姉上、マジか。あー、ほら、やっぱあれじゃん、おったよな。大人のリムちゃん。
知らない。バカバカ、まあね、ほう、おう、はあ、なんだ？やべえね、機械化した人類。社畜機械兵。強い。
やばいぞ、どうする。死んじゃうよ。うわ、やばい。なんだ。半沢直樹だ。なるほど。やべえぞ。1000万。お、どうする？わお。いいね、最上階の角部屋やん。わかんねえよな。未来から来ました。鼻食ってる。すげえ、ちゃんと言ったんだ。
なんだよ今の音。ジャンプでやって。それ。かわいそうだ。アルコールハラスメントよ。久しぶりのゴブリン親分やん。一番面白くない話よ。男だよ。なんだこのさしすせそ。もうやだよ、このさしすせそ使ってんの。ヤッホー、久しぶり。覚えてないな。わあ、あ、やばい。これ絶対大丈夫じゃない時の顔だよ。で忘れようね。エプロン。めっちゃ吐くやん。
やばそうだな。かわいい、似合うね。キャバクラっぽいところだと思うな。メイドカフェ？作ってもらいといて文句を言うな。アイドルやんけ。お？ああ、どこで食った？なるほど。わあ。わあ。どうす、なんだこれ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 、ない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 。かわいい、なにこれ。焼肉定食と焼き魚定食やないか。かわいい。そうか、姉妹だもんな。姉と妹の。うわー、やべえ、かわいい。焼肉定食と焼き魚定食だな。欲しいな、これ。これこんな振り付けだったんだ。かわいいな、これはこれで。わお、ちょっとエンディングに全てを持っていかれた感がある。
わあ、でも二宮は過去に戻ることを選んだんだね。過去に戻ることを選んで、で、まあ300年後の世界ではライザッハが地下のまあなんか文明なんたらを使ってもボーあの世界になるっていうのが分かったから、それを先に取って乗っ取ってやろうっていう二宮らしい考え大好きだね。やべ、でそしてねエンディングが変わってたから、いやマジでこれからが楽しみでしかないということで、迷宮ブラックカンパニー第7話リターントゥーワークでした。ありがとうございました。ならね。